西武緑地公園石川県縦野球場石川県縦野球場は石川県金沢市の西武緑地公園にある野球場1974年教養開始施設は石川県が所有し一般財団法人石川県県民ふれあい公社が指定管理者として運営管理を行っている1972年金沢市北西郊外で整備が進められていた 西部緑地公園内に石川県産業展示館が建設され、翌1973年にはこの展示館を中心に日本海博覧会が開催された。県立の球場は博覧会終了後の1974年に完成。なお、前年まで市内中心部にあった石川県へ、県六園野球場は閉鎖、撤去された。西部緑地公園には、以後、 陸上競技場、テニスコートなどが整備された。1981年6月にナイター設備が追加設置された。6機の照明灯は、兼六園の起進灯籠を模してデザインされており、鉄塔は X の字になっている。1993年にはスコアボードが次期反転式に入れ替えられた。会場以来、石川県内の高校野球公式戦の 主会場として使用されている。2007年からは b c リーグの石川ミリオンスターズ公式戦の主会場として使用され、グランドチャンピオンシップを含むポストシーズンゲームもすべてあたり球場で開催されていた。しかし2013年は地区チャンピオンシップのみの開催となる。2014年以降は石川がホームのポストシーズンゲームはすべて 金沢市民野球場での開催となり、公式戦試合数でも2015年以降は、金沢市民野球場が全試合の過半数を占め、主たる開催球場の座を譲った。2018年は当球場での公式戦が開催されず、発足以来続いた開催が11年で途絶えた。2019年にはリーグの公式戦開催球場のリストにも掲載されなかった。 2020年は3年ぶりに2試合が実施された。その他に、プロ野球公式戦も毎年2から3試合が開催されている。地元新聞に、中日新聞系の北陸中日新聞があることから、中日ドラゴンズが、北陸シリーズとして、富山市民球場アルペンスタジアムもしくは、福井県営球場との2連戦を、主催公式戦を開催しているほか、二千五年までは、 千葉ロッテマリーンズが北国新聞社との共催で主催公式戦を開催していた。また、2008年8月6日には1993年6月9日のヤクルトスワローズ戦開催以来、15年ぶりに読売ジャイアンツの主催試合が開催された。一時期、中日主観試合の北陸シリーズは日本生命、セパ交流戦の試合が組まれることが多かった。 球場の観客収容人数は1万7000人。両翼は91.5メートルで、プロ野球企画99.06メートルに届いておらず、野球関係者から球場の狭さと老朽化が指摘されてきた。プロの試合では得点の取り合いになるケースがしばしばある。2021年2月、石川県は2021年度から球場の建て替えの検討に入り、 同年9月の補正予算案に基本構想の予算を計上することを明らかにした。ありがとうございます。